根性流とは物質の複数の層が混ざり合って流動する現象である。物質の状態に応じてなどがあり、これらを総称して根性流と呼ぶ。混じり系の内純物質が自然界にほとんど存在し得ないことを考えると、我々の周りの流体はすべて根性流であるということもできる。また、有機溶剤による地盤汚染問題などでは厳密には、 地盤内の感激に感激水、空隙、有機溶剤の3種類の物質がそれぞれの形態で存在するため多層流現象と呼ばれることがある。一般に流体力学では根性流、地盤環境工学では多層流と呼ばれることが多いようである。根性流としての物質の性質は各層それぞれの物性のみならず混ざり方によっても異なるものとなる。 同じ気液に昇流でも、片方の層が微粒子の形態をとり、コロイドとなっているものと、両層ともある程度の大きさを持ち、海面がはっきりしているものでは、物理的振る舞いが異なる。そのため、理論的考察は、非常に難しい。地盤内における多層流問題は、気液に昇流問題と異なり、流体の輸送速度が非常に遅い点が特徴である。有機溶剤は、 軟水溶性溶液と呼ばれることもあり、通称、ネイプルと称される。その中で、水よりも比重が小さいものと大きいものに分類され、重いものを、デンスネイプル、軽いものを、ライトネイプルと称される。例えば、ドナプルの代表はトリクロロエチレンで、地表面で漏出した場合、地下水層よりも下に貯留し、地下水の流れの影響を受ける挙動は、根性流として扱われる。 また、ルニップルの問題は、地表面でガソリンなどが漏出した場合に相当し、地下水表面に貯留されて、地下水の流れの影響を受ける。ドナップルが地盤底部において貯留後に生じる挙動は、基本的に地下水下の挙動であるために、地盤条件は、飽和状態とみなすことができる。しかし、ルニップルの場合、地下水上面に貯留するため、地盤条件は、厳密には、 不飽和状態になる。この場合、ルニップルの挙動は、水とルニップルの挙動に加えて、厳密には気化したガスの挙動を考慮する必要があり、そのメカニズムは複雑となる。力学的には、数理モデルが構築されているが、実験と整合性については今後追求の余地があると、言える。ありがとうございます。